ジョン・フレデリック・ヘリングによる、肖像画、1846年作。第12代ストラスモア・キング伯爵、トマス・ジョージ・ライアン・ボーズは、スコットランド貴族、クリケット選手。1834年から1846年まで、グラームズ教の儀礼称号を使用した。グラームズ教トマス・ジョージ・ライアン・ボーズと、シャーロット・グリムステッドの次男として、 1822年9月28日に生まれた。1844年から1846年までライフガーズ第一連隊に席を置いていた。1834年1月27日に父が死去。1846年8月27日に祖父が死去するとストラスモアキング伯爵の爵位を継承した。アマチュアのクリケット選手として 1844年から1857年までメルルボーンクリケットクラブに所属、ファーストクラスクリケットの試合に参加した。1850年4月30日、シャーロット・マリア・バリントンと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。1852年から1865年7月までスコットランド貴族代表議員を務めた。 1865年9月13日に死去、弟クロードが借位を継承した。ありがとうございます。